はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルにもある通り、タブレットとかノート PC で学習するよりも紙と手書き、鉛筆とか使う学習の方が優れている理由っていうテーマでお話しさせていただこうと思うんですけど、というのはですね、結構ネットニュースとかにもなってるんですけれど、スウェーデンの教育現場で、もともとスウェーデンってね、ICT 教育先進国って言われていて、タブレットとかノートパソコンを、子どもの、学習に、使ってる、学校でもね、配布してそれを授業とかで使ってるっていう、ICT の先進国なんですよね。教育先進国だったんですけど、そのスウェーデンでタブレット、ノートパソコンでの学習よりも紙と手書きの方がいいっていう、そういう方向性になっていて、紙の教科書プラス、手書きの学習の方に回帰しているんですよね。っていうのは、スウェーデンでもその子どものですね、学力、特に読解力が低下してきているんじゃないかと、その原因が、タブレットとかノートパソコンなどの ICT 教育によるものではないかっていう流れになってるんですよね。で、スウェーデン以外でも世界的にそういう流れっていうのが ありましてね、回帰してるんですよね。で、世界中のさまざまな研究データから見ますと、やっぱりそういったね、デジタルデバイスで勉強する、学習すると、集中力が低下するとか、あとは記憶力が低下する、学力が低下するっていう、データがあるんですよね。で、結構世界中でね、紙と手書きの方に回帰してるっていう流れなんですけれど、じゃあなんでタブレットとかノート PC での勉強、学習っていうのはダメで、紙と手書きの方がいいかっていうと、これいろんな理由があるんですけれど、まずですね、集中力がね、下がっちゃうんですよ。タブレットとかノート PC だと。それはですね、僕ら普段から普通にスマホとかタブレットを使ってるじゃないですか。なので、感覚的にタブレットとかノート PC とかを使ってるとですね、それで勉強してたとしても、この箱には、このタブレットには、インターネットやったりとか、ゲームが入ってたりとか、あと、いろんな情報、漫画とかね、なんですか、映画見れたりとか、そういうものであろうとって、本能的に思っちゃうんですよね、感覚的に。となるとですね、人間っていうのはですね、無意識にいろんな情報を頭の中に入れようっていうね、その生存本能っていうのがあるんですよ。なので、タブレットとかね、ノート PC 使ってると、常に、この箱を使って新しい情報を取り入れようってね、そうなっちゃうんですよ、生存本能で。っていうのは、人間ってね、太古の昔、石器時代とかでも、常に敵に襲われる環境じゃないですか。敵の部族とか、あと猛獣に襲われたりとかして。だから、原っぱに行ったり、ジャングルに行ったりとかするときは、常にいろんな情報を頭の中に入れようと。周囲の状況を見て、あそこに敵がいないかとか、あっちの方の山には、なんか猛獣が出てくるとかね、そういう情報をですね、常に頭の中に入れようとしているわけなんですよ。なので、昔の人間って、何か一つのことにガーッと集中することって、極めて危険なんですよね。なので、注意力が散漫になるっていうか、いろんなことに注意を払うように脳ってできてるんですよ。で、むしろなるべく一つのことに集中しないようになってるんですよ。もうそれも石器時代から続いていて、現代の世の中でも、結局環境は変わってるんだけれど、人間の、脳とかね、体っていうのはほとんど変わっていないんで、なので集中するってこと自体が難しいんです。で、脳とPC とかね、タブレット使ってると、ここから何か新しい情報が得られるんじゃないかっていうのが常に頭の中にあるんですよね。だから集中できないんですよね。で、逆に、教科書、紙だったら、もうその紙は機械ではないんで、その情報しかないんですよね。しょうがないからそれに集中するっていうのがあるので、だから紙の方がね、集中力が上がるっていうのがあるのではないかって言われてて、それ以外にもね、いろんな理由があるんですけど、あとはね、やっぱりタブレットにせよね、スマホにせよね、PC にせよね、その光を放ってるわけなんですよね。で、
教科書とか紙っていうのは光じゃないわけですよ。光はそこからは走ってないんですよね、まあ、上からライトの光が反射してそれを見てるだけなの でだからタブレットとかだとね、強烈な強い光が至近距離から網膜の中に入ってきてそのまま脳を刺激するっていう状態なので疲れるんですよね、はい。まあ、スマホとかタブレット、あと PC をね、これ長時間使ってる人なんかはその紙とか、本で同じ情報を得てる状態よりもね、やっぱり疲れますよね、明らかに。特に目が疲れる、はい。なので、まあ、普通に考えてですね、すごい強い明るい光が常に網膜の方に入ってきて脳を刺激すればね、まあ、疲れるんですよ。だって明るい部屋でね、ずっとその光を見てれば疲れるじゃないですか。目も疲れるし。で、薄暗い部屋の方が気持ちが落ち着きますし、脳が変に刺激しない、興奮しないですよね。だから落ち着くんですよ。だから常に光を発するタブレットとか PC よりも、光を発しない紙、まあ、教科書の方が気持ちが落ち着いて、集中できるっていうのはあります。で、特に、PC、ノート PC にせよね、タブレットにせよね、至近距離で扱うんですよね。これぐらいの距離なんで、直で強い光が網膜の方に入ってくるんでね、まあこれ普通に考えてね、よくないですよ。もう僕はね、これも前々から思ってましたね。はい。タブレットとかノート PC で学校で勉強するなんて、これ絶対よくないよねって僕は思ってたんですけど、やっぱりその通りだったなって思いますね。あとは、手の動かし方ですよね。まあ例えば PC だったらキーボードを叩きますよね。でタブレットだったら手でこうやって何ですか、タップしたりとかこうやってスワイプしたりとかね、いろんな動作するわけであって、まあ手は使うんですけど、だけどペンとか鉛筆で紙に書くときってやっぱりキーボード打ち込んだりとかするよりもより複雑で細かい動きをするわけですよ。だって例えば漢字を書くときだって鉛筆と紙で書くときって丁寧に漢字を書くじゃないですか。でキーボードで打ち込むときってカタカタって言って勝手にねボタンを押すだけで字が出るわけですよね。やっぱりね、文字をちゃんと手でね、鉛筆なりボールペンなりで書く方が手を刺激して、それが直接、ね、その動かしたっていう動作が脳の方に入っていって、で記憶したりとか学習したりとかっていうことをね、脳を刺激するんでね、やっぱりキーボード叩くだけとかね、こうやって指でね、なんですかタップするだけとかね、よくないですよね。まあ、指を使うっていうこと自体が、まあ、手を使うっていうこと自体がそのままね、その動かした運動がね、脳の方に刺激されて、それで学習能力がアップするっていうのはあるんですけど、やっぱりね、ちゃんと手で描くっていうのは大事です。あるいは絵を描くっていうのも大事ですよね。シェーマをね、自分で描くっていうの。まあそれはね、PC とかタブレットでもね、描けるんですけど、やっぱりね、直接このペンを持ってこうやってビーって書く、指先のこの感覚ですよ。で、字も書いてとか、それはですね、タブレットでもできなくはないんですけど、やっぱりね、ペン、あるいは鉛筆と紙の方がたくさん書けるし、短時間でいっぱい書けるわけだし、この指先の感覚ですよね。うん、程よい圧力で押してこれぐらいの手でって、この細かい作業の方がやっぱり脳を刺激して、その手の動きが記憶に残ったりとか学習能力がアップしたりとかっていうのはね、あるんですよね。あとはですね、その本とか、まあ、参考書教科書で勉強する場合って学生時代そういう経験のある人ばっかりだと思うんですけれど、やっぱりその本で勉強する、これすごい重要なことであって、例えばですね、僕医学部の時にイヤーノートっていうね、なんか辞書みたいな参考書が あったんですよ。今でもあると思うんですけど、毎年出てるやつで、そして臓器別に並んでるんですよ。でこれ辞書みたいな、これぐらいの厚いやつなんですけど、何千ページかあるんだったっけな。でそれ付箋が貼ってあって、脳とか心臓とか胃とかね、肝臓とかって、でそれぞれのページごとに臓器別に病気とか解剖とか生理とか書いてあって、で
そういう頭から読んだりとかするし、あと調べ物の時にもそれ開いて使ったりとかして、でチェックしてって、で追加で書いてとかやってると、やっぱりその一冊の参考書ごと頭の中に入るっていう感覚、これってありますよね。で常にその本を読んで勉強してると、その参考書と自分の脳とか体が一体化する感覚、そうすると常にその本ばっかり読んでると、もうどこに何が書いてあるかが分かるんですよ。で調べたいことがあったら、心臓のペラペラペラここここここって何ページ目のこうめくって、ここに書いてあるっていう、何がどこに書いてあるかっていうのも頭の中に入ってて、そのね、3D、 リアルな 3D で一体化するんですよね、脳と。でその感覚ってタブレットとか PC ではないですよね。だってタブレットの PC で例えば1000ページある参考書がタブレットの中入ってたとしても、こうやって、ね、めくって何ページ目って、でどこどこに書いてあって、そこをまたこうなんですか、線引いたりとかできるんだけど、このね、この立体感のペラペラって自分でページめくってって、で何ページ目のここに書いてあるっていう、この立体感と一致するっていうのはやっぱりないんですよね。どこに書いてあったっけってタブレットとか PC で、ね、何ページ目とかやる感覚だと、その立体感 3D まで入らないわけですよね。うん、この感覚わかりますよね、皆さんだったら。それなんですよね。でなおかつその本をね、ひたすら読み込むんですよね。で何回も何回もペラペラして、どこに何が書いてあるのか分かって、でなおかつ手垢がついて、ボロボロになって線だらけになっていって、で自分でその本を汚していく感覚、汚せば汚すだけ自分の脳により入ってく、あの感覚、あれですよね。あれはね、タブレットやノート PC ではないんですよね。うん、そうなんですよ。まあそういうのもございまして、やっぱりね、紙と、ペンの学習が優れてますよっていうことなんですけど、だけどタブレットとか PC にはそのいいところもあるわけですよね。やっぱり一番いいのは持ち運びが便利ですよね。たくさんの教科書とか参考書ってものすごい量になっちゃうんで、それをいちいち持ち運べないんだけど、タブレットだったらその中にですね、膨大な量のデータを入れることができるんで、持ち運びは楽だし、あと情報量も膨大なものを入れることができるんで、調べるのが楽ですよね。例えばね、内科の心臓のね、循環器の内科の何々の病気っていうのを調べるとなると、その本を探しに行ってそれを出してペラペラってめくらないといけないんだけど、でもタブレットだったらカタカタって検索してパッと出るんで、知りたい情報への到達するスピード、あと手間がかからないっていう点では圧倒的にタブレット PC の方が有利だし、あとインターネットに接続すればですね、もうほぼ無限大の情報をですね、タブレット PC だけで入手するってことができるんで、そういうメリットもあるんで、なのでまあタブレット PC のいいところと、あと紙と手書きのいいところを組み合わせて学習するっていうのがいいと思います。なので何でもかんでも手書きと紙をやめて、デジタルの方に移行するっていうのはね、良くない、学習っていう点では良くないと思います。まあ、それ以外 その DX 化、会社の中とか仕事現場とかだったらそういう風に変えていくのはいいと思うんだけど、特に子どもの学習、うん、これはねやっぱり紙とペンですよ、はい。なのでまあヨーロッパとかだと、もうそのなんですか、デジタルデバイスでの子どもの学習っていうのは良くないよねっていう流れになって紙とペンにね回帰してるんですけど、これ日本がですね、日本はですね、もう逆にその1周回遅れで紙とペンをなくしていって、タブレットの勉強にしていきましょうねっていう流れなんでね、もうその流れ止めてね、紙とペンに回帰した方がいいと思いますけどね。でまあいいところはいいところで残せばいいと思うんですよ、タブレットとね PC もね、はい、という話でございます。で、まあ僕自身ね、
スマホとかタブレットとか PC で、まあ、勉強したり仕事したりとかするんですけどね、やっぱりね、もう気づいたらなんか変な漫画読んでるんですよ。でも気づいたら漫画買ってるんですよね。スマホで調べ物したり勉強したりとかして、勉強してるつもり、調べ物してるつもりなのに、気づいたらね、なんか変な漫画をもう買ってるんですよ。俺何やってるんだってね、よくありますよね。気づいたら Twitter の方行っててさ、 Twitter の漫画買ってたりとかさ、そんなんばっかりですよ。はい、で延々にね、あのくだらないことに時間を費やしてたりとかね、まあ良くないですよ。はい、スマホとかねタブレットっていうのはね、まあ、便利なところはいいんですけどね。はい、ということです。あと動画が見れるっていうのはいいですよね、タブレットとか PC だとね。うん、動画とか音とかは紙では入ってこないからね。だから YouTube とかで学習するんだったらタブレットとか PC とかスマホは優れてますけど、まあ集中してね、何か読み込むとかだったらね、やっぱり紙と手書きですよ。ということでございます。ご視聴ありがとうございました。